小林さん、お願いします、はい、そうだ、じゃあ、参ります。こんな巨人は、イエラーおっとっとっと、シャウトですよね。シャウト、うん、こっちだね。うわねえねえねえ、これ原作よりもやばくない？これ放送できるんですか？モザイク、今もう画面上が全部あーだけになってる状態なんですけど、なんだかモザイクをお持ちの方はぜひともモザイクをすごいですね。待って、説明を、うん、小林さん説明してください。はい、これは、かわいい巨人さんっていうイメージで描いたんですけど。かわいい巨人さん、だって死後の世界っておっしゃってる方がいて、すごい可愛くて、もう可愛いからちょっとこの巨人さんは、うん、なんかこう、やっぱりこう、退治するのはちょっとかわいそうだってみんなが思ってしまって、うん、そしたら、すごく実は優しくて、うん、しかもですね、優しさで、うん、この、お体の部分が、うん、乗り物になっていて、それでみんなを運んでくださって、ここに、うん、カジさんも下野さん、皆さん乗ってるんですか？我々いる。みんな今日の出演者の皆さんを抱かせて。ま、あ、そう、あ、そう、軽いテーマパークな。そうなんです、すごく優しくて、巨人。そうなんです。幸せを運ぶ巨人だね。そうなんです。巨人で。ゆうさん、その赤いのは何なんでしょうか？これはツヤです。つやつやすごく綺麗。ガーズガーズ、その乗り物の部分から出ているですね、はい、汁的なものは一体何なのかなっていうのを。出てないです、出てないです。出てますよね。あとつやが外にはみ出してるんですけど、どう光ってて、うん、これここのところはもうすごく今スピード感を増してる躍動感です。あ、うん、躍動感を表しています。荒木監督が大きくうなずいて、わかるわかるみたいな。監督、お分かりに、あ、いや、この世界観は。いや、惨劇に見えたけど、そんな、みんなの心温まる光景だと、俺が間違ってたと思って。でもないです、私、下手なのですいません。すごく楽しい場面です。巨人ちゃんね、伊佐山さん、伊佐山さん。運ぶよ、どこまで持ってね。伊佐山さん、どうでしたか？僕は、そうですね。やっぱり、小林さんの絵は、アートといいますか、いろいろ見たことあるんですけど、一貫してやっぱりこう肉塊に血が滴っててこう毛が生えてるっていう、いやすげえなって思いますね。俺、いや、ちょっと勉強させていただきます。先生が、まさかの先生をもううならせ、小林先生以前からファンだっておっしゃってたんです。ありがとうございます。申し訳ありません。まず先生の選ぶ1位は小林優さんです。はい、おめでとうございます。拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お優しい。監督がお選びになる1位は小林優さんです。あれ、ありがとうございます。監督さん、皆さん、すごくもう一人勝ちじゃないですか。優さん、すごくありがたいです。そんな声なんじゃないですか？声も何がアトラクションですか？すごく可愛い。幸せはどこ行った？ねえ、幸せっておっしゃってましたけれどもね。一緒にいるんです。ありがとうございます。